ベンジャミン・レイフェルはアメリカ合衆国の政治家。愛称のベン・レイフェルとしても知られる。所属政党は共和党、アメリカ合衆国会議員。ラコタ族とドイツ系アメリカ人のミックスで、ラコタ系としては初の連邦議会議員である。また、1960年代においては連邦議会唯一のアメリカ先住民系議員であった。 ハーバード大学で博士号を初めて取得したアメリカ先住民系の人物でもある。1906年9月19日に、レイフェルはサウスダコタ州トットグンパーマリー近郊のローズバッドインディアン、居留地に生まれた。ドイツ系アメリカ人の父親、ウィリアム・レイフェルと純血のラコタ族の母親、ルーシー・バーニング・ブリースとの間に生まれたため、 厳密にはミックスであるが、数族として登録されている。インディアンとしての名前は、ウィーアカ・ウォンジーラであった。インディアン居留地内の学校に進学し、2年遅れの16歳で中間学校を卒業。この時には、ラコタ語と英語のバイリンガルだった。両親からは、高校の入学を反対されていたため、3年間両親の農場で働いた後、 家を出て高校へ入学することを決意、実家から250マイルも離れたブルッキングズの農業高校に入学した。その後、サウスダコタ州立大学農学部に進学。在学中は学生協会の会長に選出されるなど、学生問題に積極的に関わっていた。百三十二年に科学と落農学の学理を取得して卒業。翌年のボクシングデーに、 大学時代の同級生、アリス・ジャネット・ジョンソンと結婚。二人の間には、娘が一人生まれている。1933年から、インディアン事務局に入局し、オグラララコタの農業職員として、パインリッジ・インディアン居留地で働き始めた。大学在学中の1931年に、予備役として、アメリカ陸軍に入隊していたが、1941年に、 太平洋戦争が勃発すると、翌年に現役召集命令を受け、1946年7月まで軍務に就くことになる。ヨーロッパ戦線でドイツやフランスでの戦闘に参加し、中佐にまで昇進した。退役後はインディアン事務局に復帰し、ノースダコタ州のフォートバートホーレドインディアン居留地に配属された。ジョンヘイホイットニー財団の奨学金を利用して、 ハーバード大学で行政学の修士号と博士号を取得。同大でアメリカ先住民が博士号を取得したのはレイフェルが初めてのことだった。大学卒業後インディアン事務局に復帰し、1954年にパインリッチインディアン居留地の管理者となった。1960年、レイフェルはインディアン事務局を退職し、 サウスダコタ州第一選挙区から連邦会員議員に立候補し、民主党のレイ・フィッツ・ジェラルドに2万2000秒以上の差をつけて当選した。これは、サウスダコタ州初のアメリカ先住民系連邦議会議員であり、全米初のラコタ族系連邦議会議員だった。その後、5期連続当選を果たし引退。会員議員時代には、 地球資源観測システムセンターのサウスダコタ州への誘致に尽力したほか予算委員会として関わった高校新設事業はアメリカ先住民の高等教育へのアクセシビリティを高めた議員を引退した後アメリカインディアン国立銀行の会長を務めフォード大統領によってインディアン事務局長に任命された1977年 ブルッキングズにあるサウスダコタ美術館の理事に就任し、後に理事長も務めている。レイフェルはアメリカ先住民の芸術の収集に力を入れ、自身が持つアメリカ先住民の芸術作品の大半を寄贈した。その中には先住民アートの第一人者オスカーハウの作品も含まれている。1990年、スーホールズの病院で癌のために亡くなった。 ありがとうございます。